では、大切なものよろしくお願いします。なんかやっぱり音楽学校なので非常に質の高い、演奏と、それから心のこもった、まあ、どこ行っても心がこもってるんですけど、やっぱり良かったですね。感動しました。なんかこういう形でみんながね、大切なものを演奏したり、こう向き合ったり取り組んでいただくことで、なんかこうそういうね、大切なものの輪が広がっていくこと、また自分の中に大切なものを見つける機会が少しでもちょっと増えていくことが、さらにさらにこう広がっていけばいいなというふうに思いますので、またより一層、いろんなところ回っていきたいと思います。ぜひまたよろしくお願いします。